昔昔、あるところに、とてもおしゃべりで、とても夢見がちな女の子がおりました。舞踏会へ行きたい女の子の前に、謎の卵がやってきてそそのかす。この世界で最も重大な罪は、言葉で人を傷つけることなのだと。この間決まらなかった地域交流会の実行委員ね。今決めます、というわけでよろしくな。あの、ナルセさ、もしかしてミュージカルやりたかったりする？なもん無理に決まってんだろ。実行委員に喋んねえ女いて、そんで歌とかミュージカルとか謎すぎんだろ。伝えたいことあるんなら歌ってみるのもありなんじゃね。歌ならさ、呪い関係ないかもしれねえし。野球やんねえと時計が止まってるみてえだ。私も応援する。成瀬さんのことも坂上くんのことも。あの、私の気持ち、本当に喋りたいこと。心が叫びたがってるんだ。